先月一日の行政区再編に伴って、浜松市選出県議会議員の。新たな区割りを検討してきた委員会は、その案を今日議長に提出しました。県議会の中澤公彦議長の元を訪ねたのは、選挙区と調整検討委員会のメンバーです。委員会は浜松市の七つの行政区が、先月一日から。 中央区、浜名区、そして天竜区の3つに再編されたことを受け15人いる浜松市選出の県議会議員の区割りの検討を進めていました公職選挙法に基づいて地域の人口割合などから検討した結果中央区には12人、浜名区と天竜区を合区として3人を割り当てる案を議長に示しました 早急に是正しますので代表者会議並びに議会運営委員会に諮っていきたいと思いますこの案は20日に開会する県議会2月定例会の初日に採決される予定です